平沢光秀、平沢光秀、平沢光秀、1982年3月27日体は日本の男性プロレスラー。北海道札幌市出身。デビュー以降複数のギミックを演じており、名乗ったリングネームは若手時代の本名に始まり、狂人風ギミックのヒデ斎藤、ヒーロー風ギミックのキャプテンニュージャパン、英雄から悪落ちしたボーンソルジャー。 ボーンソルジャーのギミックで活動した。2017年1月を最後にプロレスラーとしての活動が確認されなくなり、現在は事実上の休業状態である。全国少年レスリング連盟育成委員長を務める平沢光氏を父親に持ちその父親が営むクラブで3歳からレスリングを始めたとされる。高校は霞ヶ浦高等学校。 大学は、先週大学とレスリングの名門校を渡り歩いており、先週大学時代には、長谷博氏の指導も受けていた。高校、大学を通じて、国体、全日本学生選手権で活躍した。その後、国語教員免許を取得し大学卒業後は、医療機器販売メーカー、畜山に就職。営業職をしながら、レスリングを続け、2004年の国体では、 フリースタイル 96kg 級で3位という成績を残した。会社を辞め、2005年3月に新日本プロレスに入団した。また、練習生時代に全日本社会人選手権に出場し、フリースタイル 120kg 級で優勝する。2006年1月28日、後楽園ホールの飯塚隆史戦で、本名の平沢光秀を、 リングネームとしてデビューした。4月26日、高橋博士二郎戦で初勝利を果たした。その後、01マックスとの対抗戦や、永田博士とのタッグ、青木軍で G1 タグリーグにエントリーするなどと様々な経験を積んでいる。2009年1月4日、レッスルキングダム E-IN 東京ドームの大霊試合に出場する。7月19日に、 前年3月2日に入籍を済ませている、科女子の女性と札幌市内のホテルで、結婚披露宴を行った。7月21日の札幌大会で、中村晋介と対戦するも、顔面への膝蹴りを受けて敗北した。試合後、中村から、情けないよ。情けない。それでも、新日の若手か。そんなんだからよ、対抗戦にも呼ばれねえ。チャンスも潰す。自覚しろ。 自覚、と国評を受けた。8月9日には、タジリと初対戦し、タジリのバズソーキックでピンホールを奪われ、試合後にはグリーンミストを喰らうという屈辱を味わった。9月に、長田、井上渡る、スーパーストロング、マシンと共に、青木軍を結成した。2010年9月、プエルトリコ、WWCM 期限の武者修行の旅へと、 旅だった。現地でのリングネームは、ヒデオ・サイトー同団体で再行された二次的タイトル WWC カリビアンヘビー級、王座復活後初の王者として体感していた時期があった。2011年5月、新日本プロレス初のアメリカ大会を記念して、新設された E1 グップインターコンチネンタル王座の初代、王者決定戦トーナメントに出場するも、一回戦の 対戦相手の高橋の東京ピンプスで敗退した。この時のヒデオはまだヒールターンしていなかったため、武将ヒゲは生やしていたもののショートタイツ姿で、平沢のファイトスタイルで試合を行、いた。6月、プエルトリコ遠征から帰国し、帰国後もヒデオ斎藤として参戦。18日、大阪府立体育会館大会で、長谷試合後襲撃を観光。 青木軍メンバーのキング・ファレの聖書を羽の結構しに、舞いた締め縄で、公式へのごとく長田を締め上げ、青木軍に決別宣言し、カオスに寝返った。7月3日、タッグマッチで、長田と対戦、終始、長田の首を締め上げ続けた。翌13日、飯塚とタッグを組み長田、ファレ組と対戦、ファレを、ハリビアンデスクリップによる首締めで、タップを奪った。また、 5日後の18日に初めて、長田とのシングルマッチが組まれるもレフェリー暴行による反則負けとなった。8月 G1 クライマックスに初出場、矢野通戦では試合開始後にリングの真ん中に寝転がった。その矢野との場外戦ではハンマーで、矢野が秀デの頭を攻撃した時、ヒデオがゴングで防ぎ、カーンとなって観客の失笑を誘い、内藤哲也戦では スーパーストロングマシンのコスチュームとマスクで現れ、高山義弘戦では虫取り少年のようなコスチューム、藁帽子、乱人シャツ短パン虫取り帽、虫かごで登場した。虫取り帽を鉱山の頭に被せるなど気候に拍車がかかる。同ブロックのほとんどの選手に負け、楽な試合、リーグ戦の中休みと言われたが、 最終日の長田戦は入場直前の控え室で長田を襲撃し腕固めを切り返してのカリビアンですぐリップで大会中唯一の勝利を収めるとともに長田の決勝戦進出を阻んだ9月神戸大会で長田と再戦しかし最後は長田のバックドロップホールドで敗れた10月3日天山広吉のデビュー20周年記念大会 も牛祭にタイチとシングルマッチで対戦した。リング街の売店で売られていたピンク色のシュシュで、前髪をくくった姿で現れ、入場直後にゴングを連打する気候に走っている。試合は、終始タイチに取られたシュシュを餌に振り回されるも、カリビアンデスクリップで勝利する。この試合を境にさ、伊藤は前髪をシュシュでくくった姿で入場するようになり、相手選手に奪わることを考慮して、 入場直後に小崎リングアナに趣旨を預けるようになった。12月4日、愛知大会、天古寺再結成戦と銘打たれた、天古寺とのタッグ戦で、飯塚と組んで対戦、試合中アイアンフィンガーフロムヘルを盗み出すという、斎藤の行動は、最近見られる光景だった。しかし、盗み出した後アイアンフィンガーで、飯塚を襲撃した直後に、バックステージに逃走。 結果は置き去りにされた飯塚が、天山のアナコンダバイスで敗北した。だが試合後に仲間であるはずのカオスの矢野と、石井智広の手で、バックステージから引きずり戻され、飯塚、石井、矢野から、椅子攻撃&、ストンピングを喰らい、最後はコスチュームを剥ぎ取り黒のショートタイツ姿にされた、あと、飯塚から仕返しのアイアンフィンガーを食らった。2011年12月9日、 ヒデオサイトと鈴木軍の大地がファン投票ワーストとなったことで組まれたシングルマッチにおいてヒデオサイトではなくキャプテンアメリカを模索したキャプンニュージャパンとして突如ヒーローキャラとなって登場し額、胸部、縦にはライオンマークが施されていたしかし最後はカリビアンデスグリップというヒーローには似つかわしくい技で大地からピンフォールを奪った 現在は、長田の青木軍に戻らず、今まで関わりのなかった、田口隆介、プリンスデビット、タイガーマスクなどの本体の選手とも組むことが増えて、来ている。2012年2月19日、オールトゥゲザーもう一回、一つになろうぜでは、キャプテンオールジャパンキャプテンノアと主要団体の、キャプテンたちが勢ぞろいし、トリオを結成し参戦した。 3月頃から岡田和地下に e ワングップベルトをかけた対戦を要求するも岡田はこれを目殺した。4月上旬に菅林直樹社長に直談判し4月8日の後楽園ホール大会で岡田とのシングルマッチを組むことを約束した。そして当日の4月8日に岡田とシングルマッチを行うもレインメーカーで敗れた。 11月20日より開催されたワールドタグリーグに棚橋博士とのタッグ、キャプテンエースで出場するも全敗。次の年も棚橋とタッグを組み、戦績は一勝だったがブロトクラブのプリンスデビットから自らホールを奪う大健闘を見せた。現在はデビュー当時の赤だけではなく黄色、水色のコスチュームで登場することが多い。 長田と組む時は青色のコスチュームの時が多い。また週刊プロレスのプロレスラーの家族への取材ではキャプテンの父として登場せず親友の平沢光秀の父という形で登場した。また2014年4月に開催された井上渡る引退記念試合では青木軍としてレモニーに参加した。限定マスクで登場することもあり2013年7月の 北海道大会では、頭に北海道の地図が描かれたマスクをつけ、キャプテン北海道として登場した。2014年4月の台湾大会では、キャプテンの友人である、キャプテン、台湾が参戦し、後藤博士大木と組んで、急遽 e ーワーウップタッグ王座に挑戦したものの敗れた。2016年4月10日、吉達復活戦と銘打たれたネバー無差別96人。 タック王座戦の試合後のバックステージに登場。ハンタークラブの結成を宣言した吉立に対し、自分がメンバーに入ると告げるも、考えさせてくれと誇示される。その後はタックマッチに吉立と一緒のチームへ組まれることが多くなり、ハンタークラブ入りのために数々の努力を行う、揉めてもらうことができないでいた。9月12日、吉立がハンタークラブ入りの火火を ツイッターでの投票で決めると宣言した。9月25日、ディストラクションイン神戸にて試合前にキャプテンをハンタークラブに加入させないと、吉立が宣言。すると、キャプテンが激行し、吉立を襲撃した。そのまま、対戦相手の高橋博士二郎チェーズ、応援づ組と決託し、バレットクラブに加入した。バックステージでヒーローごっこを終わりにするとともに、 別キャラクターへの転身を宣言した。2016年9月26日、ニュージャパンロードから頑張ろう。ウオヌマ2016にて、ボーンソルジャーなるレスラーの登場が発表され、正体がキャプテンであることが示唆された。また、田口隆介も、トースポのインタビューで、ボーンソルジャーの正体はキャプテンだろうと発言した。10月8日、上記の新潟大会にて、 ボーンソルジャーのデビュー戦が行われ、試合はバレットクラブのメンツが吉達を複数人で攻撃したことによる反則裁定となる。試合後のバックステージでは自身が元英雄であることや吉達と因縁があるという内容のコメントを行った。また日時は不明だが、ツイッターアカウントの名前がキャプテンニュージャパンからボーンソルジャーに変更された。以降は、 吉達との交想を繰り広げ、秀夫斎藤時代を彷彿とさせる首締め、レフェリーの目の前で近敵を行う等で、反則裁定となるケースが多くなっている。11月には、バッドラック・ファレトんで、ワールドタグリーグに出場するも、全敗に終わった。2017年1月4日、デッセル・キングダムの大霊試合に登場し、3分50秒で、 オーバーザトップロープによる敗退となった。1月下旬から始まったザニュービギニングシリーズはバレットクラブのメンバー全員がシリーズを通して欠場したことに伴いボーンも欠場となった。バレットクラブのメンバーはオナーライジングジャパン2017ローとの合同工業及び次シリーズとなるニュージャパンカップで復帰したがボーンはこれらの工業で試合が全く組まれずに引ききき 欠場し、2017年3月には特に告知がない、まま新日本プロレス公式サイトの選手一覧ページから、ボーンソルジャーの項目が削除された。以降、平沢のプロレスラーとしての活動自体が確認できなくなり、事実上の休業状態となる。最後に、公の映え姿を見せたのは、2017年1月5日に行われた、後楽園。 ホール大会でのバレットクラブ対チーム2000の試合で、これが、平沢の事実上のラストマッチとなった。なお、ツイッターのアカウントは2017年3月以降も削除されずに残っており、プロレスラーとしての活動こそ確認できないものの、平沢の近況に関するツイートが、たびたび投稿されている。2017年12月17日の後楽園。 ホール大会では JRA とのコラボ企画として登場したマスクドホースこと田口隆介が試合中にキャプテンニュージャパンの真似をして話題となった。2018年4月ロード2レスリングドンタクシリーズにてボーンソルジャーの復帰を意味するボーンソルジャーウィルリターンと表した動画が大会の度に繰り返し流され5月4日開催のレスリングドンタク2日目に ボーンのマスクをかぶった、石森ふとしにが登場した。これにより、ボーンソルジャーのギミックは石森に引き継がれた。平沢はサンドのリングネームとキャラクターを変更しているが、それに関かかわらず使用し続けている技も多い。秀夫斉斎藤としては、技らしい技はほとんど使用せずに試合を展開する。レフェリーに暴行を加えようとしたり、終始やる気を見せずされがままであることもあるが、 スイッチが入ったように土地上として強乱ファイトに転じることも多い。また、長田との対戦では、いわゆる、置き手破りの形で、長田の得意技を使用している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。